自分は一つのものにとらわれすぎていると思ったので、固定観念をなくして同じ一つのものに対してさまざまな観点からものを見ることができるようになりたいと思った。資料の聖書から聖一部抜粋した文や詩を読んで聖書の奥深さを感じた。聖書を読んでみたいと思った。中にはね、教会に来てみたいと思った。書いてる人がいてもね、来たことないんですあのね、なかなかそのところがですね、私たちすぐ忘れるんですね。ああ、いい人だったってすぐ次には忘れてしまいますのでですね、もっともっとこう食い込む、お話しようと思いますが、本当に私たち人間がどんなにね、神様から祝福され愛されているかということを、要するに、この普通の言葉を持って聖書のお話をするというふうにしてるんですね。そうするとね、だんだん一人一人のこの、ね、私たちがどんなに素晴らしい宝をいただいているかっていうのを私たちは分からないでですね、文句言うんですね。わ、今日また教会だな、生きているねーなってこうやってね、しまうんですね。そして行けなくなると、あ、教会に行ってみたいなってなんですね。ちょっとお門違いかなと、そんなふうにも思いますけれども、いや本当にさまざまなことをこう考えさせられています。皆さんでね、私は最近ですね、そうですね、よく電話くださる方がいるんですよ。ある機会でちょっとだけ、公園でですね、お話をして、そして電話かかってくる、そしてですね、電話かかってくるので叫び出すんですよ。私なんでこんな目に遭われてたんですかってね、それずっと続くの。もうですね、1時間もそれ以上聞きます、ね。そしたらですね、久しぶりに昨日一昨日電話かかってきた時にはですね、いろんなお話と、私こんなことを考えているんです、考えすぎでしょうかというようなお話をしながらですね、ふふふってこう笑い声が聞こえてくる。不思議ですね。あのダメだダメだと自分を責めて、人と比べて、このね、あの実業高校の子供たちもみんな書いてました。私はみんないつも自分を人と比べてね、自分の価値を打ち上がってきました。でも私は私以外の何者でもないから、この私が私を大事しなくてはねならないんだということ、そして私たち一人一人は神様から作られた神様の最高の作品だということですから、その自分をね大事に していこうと思っています。こんな風にね、ほとんどの人はみんなそう書いてあるんです。皆さん、聖書はね、私たちは慣れちゃうとダメなんですよ。昔感動してね、結婚した人は感動して、ね、奥さんと旦那さんと出会ってですね、わあ、この人、感動どころじゃなくて、今はちょっと腹立ってしまいますね。そんな風にね、私たちは思うんですよ。本当に、あのね、初めの愛を、忘れてはいけません、ね、黙示録の中で書かれていますけれども、ね、あなた方はね、すべきところがあるとするなら、初めの愛を離れてしまったことだ。皆さん、どうぞ私たちどんな中にあっても神様の愛の中にいるということを忘れないでね、歩んでいきたいと思います、ね、ところがね、自分たちがいつも、どうぞ皆さん、私たちがどこにいるかですよ、ね、私たちは神様の愛の御手の中にいます。これが本当の現実です。私はこうだ、私はあの人よりもだんだん、このこう人と比べてこうだとかああだとか思ってるのは、それはあなた自身のあなたの思いであって、それは客観的な事実ではないんですよ。聖書は私たちにそこのところをはっきりするために、私の時はあなたの御手の中にあります、何があっても私たちは神様の愛の中ですよ、そのことに気づくとね、皆さん、物も見方が、感じ方、考え方が違ってきます。私は不幸だって人と比べて、ところがね、その人は例えばね、私はお金がないから不幸だ、じゃあ1000万円私があげるから、その人はね幸福になる、なりません。これは本当に火を見るより明らかです。私たちはね、こうだったら
ですから、そのことも書いている人があるんですがね、私たちはこうでありたい、そうなったら幸せなのにという、そういうね、人生のレシピが多ければ多いほどね、その人は不幸です。そうでしょう。だってこうであればいいのにな、ああであればいいのにな、こうだったら幸せなのに、ああだったら幸せなのにというふうにして考えているってことはないから不幸せだ。要するに不幸せのその豊かさをね、豊かさを考えているわけです。これがね、私たちの大きな間違いですね、誤りですね。ですから、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことについても感謝しなさいと聖書が私たちに言うのは、いや、そこにね、ないからじゃないです。あるんですよ、祝福がいっぱいにあるんですよ。で、私たちはね、今の自分でもって、今の事柄は分かりますし、今の自分の感性、私は不幸だと思うと、不幸というところから、自分が不幸だというところから全てのものを見ていきますから、そのフィルターを通して見ていきますから、ね、全部見えること全部が私の不幸の材料になるわけです。あの人はニコニコしてる、でも私はそうじゃない。あの人はこういう風になってる、でも私はそうじゃない。こういう風にして全部がね、不幸の材料。皆さん、私たちはね、ですから心を入れ替えて神の国をね、神を身分なければというふうに、聖書も言っておりますけれどもですね、本当に私たちが自分自身のものの見方が絶対だという、そのね、実はサタンの誘惑に別れを告げることでしょうかね。ですね、だってみんな不幸を数えてんですもの。自分がなんでこんなに不幸か、そうですよ。どんな、なんで私がこんなに幸いかということを考える人ほとんどいないんですよ。皆さん、今のこのところから、今ひとたびね、私たちに与えられても質問もしますが、あなたがね、今持っているものはみんな自分の命かけてほしいと思っているものなんですよ。皆さん、動ける、歩ける、ね、手で何でもできる、手さえあったら、足さえあったら、目が見えさえしたら、耳が聞こえさえしたらと思っている人が何、どれだけいるか知ってますか、皆さん。だけど私たち全部があるんですよ。でもその見えるはずの目で私たちは自分の心を外側に映してみるわけです。外側に見えているのはね、実は私の心を映しているスクリーンなんですよ。ですから面白いですよ。私たちはですね、自分が本当に不幸だと思ってるとね、人がニコニコするとね、皆さんどう思うと思います？あなたがもし心病んでるとしたなら、その私にニコニコしてみると、私にニコニコして見せるとしたならば、あなたはどう考えると思いますか？私のことを馬鹿にしてる、私のことを下に見てる、ね、私のことを憐れる、ね、私たちの外に見えるものは全部、皆さん外に見えて、みんながこう思っている、こんな風に感じていると思っていることは全部、皆さん、私たちの心が映し出したあなただけの世界なんですよ。とするなら、私たちは神様から、私たちは言われています。私の目にあなたは高価で尊い。どうぞね、そういう言葉をしっかり心に入れてほしい。この朝もですね、私がこのご一緒にですね、53だったけどな、13、さっきのあれ何ペンでしたっけ、詩編の、いや、私、イザヤだったんです。いや、イザヤの51でしたっけか、41、41だったね。私がすぐ忘れてしまうんです。これが私の特技ですから、それでですね、聞くだけで聞いていいです。どうぞ、こういうふうに41のところにこう書いてあります。実節なんですが、恐れることがない、私はあなたと共に
いる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。ごめん、ね、恐れることがない、私はあなたと共にいる神、たじろぐな、私はあなたの神、勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。アーメン。皆さん、本当にね、私たちはいろんな自分の思いで外を見ていきますからね、すなわち私の心が全部言葉を押し出していくんですよ。ですから私はついてない、面白くない、やりきれない、ね、私をバカにしてついていない。しかし聖書が私たちに語っているのはですね、私はあなたの神、私は救いの右の手であなたを支える、こういうふうに言っているわけです。皆さん、それが見えますか？これが現実なのです。私たちはね、自分が見えていることが現実だと思う。ところが現実も同じ現実も違う人が見ればみんな違う現実でしょ。だったらどれが本当なんですか？私たちはですから、物事を見るときにどこに立って物を見るかですね。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという、そのところで物を見ていくと全然見えるものが違ってくるんです。皆さん、神様は愛であるということを信じますか、ね、はい、アーメン。私たちは本当にそのようにいつもいつも毎朝、神様は私たちのことを愛していてくださる、そのことを私たちにメッセージとしてくださる。神様はそれを信じます、ね、そのようにして歩む、これが私たちの信仰なんですね。私たちは知らないうちに自分が神になってしまうわけです。そして自分の今のやりきれない気持ちを将来に映し出すのです。だから私の人生はめちゃめちゃだ、どうにもならない、いいえ、そんなことはあります。例えばあなたの罪が火のように赤くなっても、神様はそれを真っ白にしてください。イエス様があなたのその罪や悲しみや怨念ややりきれなさや、そういうものを全部背負って命を捨ててくださって、あなたに本当に輝く生き生きとした命を与えてください。これが聖書の私たちに対する約束です。ですからブラミングが、のことをお話ししましたが、彼は言います。私たちはすぐ年取ってしまったとか、こんな年になったってですね、もう高校生たち、高校生の人がもう文句ですからね、小学生でも幼稚園の時になったって言うんですよ、皆さん。どうしますか、いい時いつあるんですか、そしたら。で、ね、小学校の時、高校の時ね、大学の時はですね、基礎面白くねって暮らしてるんですよ。そして過ぎたら、あの時は良かったって言うんですよ。どっかおかしくありませんか、ね、私たちはそんな風にして、生きていってしまう。しかしね、ブラビンが言いますね、我と共においよ、最上のものはこれから先にある。それは命の最後である。命の最初はそのために作られたのだ。我らの時は神の御手にある。神の玉全体を我は計画せよ。青春は半ばを過ぎ、示すに過ぎず、神を信ぜよ、全体を見よ、恐るるなかれ、恐るるなかれですよ。皆さん、私は楽しみにしてるんです。これからどうなると思ってます。本当に最近そう思うんです。あ、これからも私の人生だな。この間70、ほんの74になりましたがですね、これからだなと思います。そしてね、見ていくとみんなそうなんですね。聖書を読んで、新しい時はこれからなんですよ、皆さんね。高校生でも昔があった、こういうふうに言う中でね、これから楽しむ、いや
それをね、聖書は私たちにね、伝えていてくれる。そのことは何というね、幸いでしょうか。先ほど簡単なところどうぞ覚えてください。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえ。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえ。皆さん本当にね、私が今どこに立っているかというところで私の人生は今が決まってきますよ。私たちは明日を生きるのでもなく、過去を生きるのでもなく、今しか生きれない。ですから幸いは、祝福は今にあるんです。ですからね、その時にね、どれぐらい持ってるか持ってないかとか、そういうことじゃないんです。誰と共にいるんです。皆さんたちが何もお金もなかった時にですね、大好きな人と一緒にいた時に幸せだったでしょ。他のものじゃないでしょ。誰と一緒にいるか、ね、そして私たちはいつも神我らと共にいます。インマヌエル、神様は私といつも一緒にいてください。私たちと一緒に愛の方でいるために、イエス様は私たちの全ての罪を、悲しみを、怨念を自分自身が背負って十字架にかかって、私たちの贖いとなり、私たちの祝福となってください。これが聖書のメッセージ。どうぞそのことを忘れない。いつもあ、なんかおかしいなと思ったら、そこから離れてるんです。考えてみたら、まあ大した長い人生ではありませんけれども、そして牧師をして45年ですか、45年しか経っていませんけれども、考えてみたら今まで本当にですね、困ったことは一回もありません。困ったことは一回もないというのは、悩んだことがないとかそういうことではなくてね、それこそ牧師の生活ですからね、それこそ普通の人と比べたら大した生活ではありません。金銭的に考えたら、それこそ3分の1の場合もあるし、5分の1の場合もあるでしょう、ね、でも皆さん必要はね、私考えたの、必要は全部満たされてきました。全部、本当ですよ。皆さん足りないのはね、何が足りないかって言ったらね、あのお金が足りないじゃないですか。感謝が足りない、本当愛が足りないです、ね、だってマザーテレサ何も持ってなかったでしょ。何も持ってなかったんですよ。彼女がしたことは、小さなことなんて彼女にとってはなかった。小さなことに大きな愛を込める、それが彼女の生き方でした。そしたら豊かに。皆さん、私たちの人生はみんなそうですよ。恵み深い主に感謝する。感謝していったらいいんですよ。朝起きたら、ああ目が覚めました、ありがとうございます、ね、え隣を見たら口を開けて寝てる家内がいると言ったら色気だと思います。一緒に歩むことができることを感謝する、ね、食事ができる、ね、トイレに行くことができる、メールが来る、電話をする、ね、いろんなことを考え、そして何よりも祈りの時を持つことができる。神様本当にありがとうございました、ね、そうしたらね、皆さん違ってくるんですよ。どっかから、あなたがどこからかしたかよく考えてみなさい。こういうふうに面白くは言ってるんですよ。私にとって困難だったことは、いろんなことがあったことではなくて、ね、神様が私を愛していてくださり、私を守っていてくださる、ね、私は神様によって尊いものとされているということを忘れてしまって、この世の価値観に、価値観を自分に当てはめてしまったときですね、あとは豊かですが、これからは、ね、もっと豊かに歩めると思います。この何があってもありがとうございます、感謝しますって言っていけばいいんですから。で、事実本当にそうなんですよ。そうすると解決しなければならないものを解決できるようになるんです。何が私たちにとって必要なものは何か、ね、そのことをですからですね、もう電話を送れる人、そういう人でもですね、
もう本当に最近はね、あんまり本当心優しくなってきました。不思議ですね。あの子でなきゃならないと思ってた私がだんだん優しくなってきまして、ね、それは単に年取ったっていう人もいますけどですね、それはそうじゃないです。信仰深くなってたっていうことで言ってほしいんですけれども、本当にね、皆さんね、一つ一つだから最善の時はこれからですよ。皆さん、あなたが何を信じているか、ね、それがあなたの人生になってしまってるんですから。私は不幸だと信じていれば不幸そのものでしょう。皆さん、ね、どんなお金あったって足りないと思ったらやっぱり食べロスモンスターになるんです。今の日本の世界の社会の全てですね、原子力にまつわるあのね、お金の動きで、みんなでそれに惑わされます。でも違いますよ皆さん、私たちはね、ないものではなくてね、あるものに感謝する。あるもの、何よりも私は神様の目に本当に尊いものとされ、私は本当に祝福されている存在であるということを、どこにいてばわかるかというと、人のそばにいてばわかんないんです。お互いに足引っ張り合いますから、神様が十字架の下に行くんです。そうするとね、イエス様がね、父よ、彼らを許しください、自分が何をしているのかわからないのです、という祈りの声が聞こえてくるんです。私の目にあなたは高価で尊いという言葉が聞こえてくるんですよ。そしてさらに今日の聖書の4章の15節ヘブライのところですが、開ける方はどうぞ、405ページ開いている方はね、大祭司というのはイエス様のことです、ね、この大祭司はイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない。罪は罪を犯されなかったら、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありません。イエス様はあなたを決して退けることはありません。たったそんなくだらん悩みを言いません。イエス様はその私たちのやりきれなさや私たちの罪や私たちのひれぐれたそういう思いを全部担って死んでくださって、あなたは自分のことをそういうふうに言うけどな、ほら、私はそのあなたの命を、私の命と取り替えるんだよ、あなたはそれほどまでにかけがえのない尊いものなんだよ、このように言ってくださる、その方の声を聞いていくと、私たちは新しい時を生きることができます。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。これがイエス様の聖書の言葉です。皆さん、私たちはね、惑わされないようにしましょう。そして私たちはね、自分でね、祝福を選びましょうね。私たちは祝福との出会って今日説教書いてありますけれども、ね、祝福と出会う、もう祝福が私たちに与えられているんですよ。探す必要はありません。皆さん共に歩んできた多くの方が、ね、何よりも、ね、私が今ここにあるそのことはどんなに多くの人の支えであるか、それとともにですか、全てのものは神を入れ、神によって保たれ、神に向かって栄光が永遠に神にありますよ。皆さん、私たちは、ね、ですから出ていくことができるんです。自信を持って、聖書の言葉を持って、ね、公立高校であろうと、どんなところであろうと、それを持って、神様は愛ですと、そのことをね、みんなにメッセージとして伝えれば、みんなは感動するんです。何回もね、そういう機会があればいいんですけれども、でもきっとそのことはね、とどまると思います。皆さん、私たちはね、とてつもない大切な宝をね、委ねられているんですよ。あなたは素晴らしい人なんですよ。あなたは自分で生きてるとね、
それこそ、いや、人がね、そばにいるとみんな暗くなるんですよ。わあ、あれくれば暗くなってまるじゃんって、私も昔そうだったんですよ。いつかおめくりはですね、まあ、あれみんな真っ暗になってまるって、本当に高校の人、親友から言われたんですよ。私たちはね、でも、そうじゃないんですよ。あなた方は世の光です。これは私たちに対して語られた神様の言葉ですよ。ね。信じて、神様の前に歩んでいきましょう。私たちは神様の大きな愛の中に生かされている。あなた方がどんなね、あなたがどんなものであろうと、いや、あなたが自分のことをどう評価しようと、本当にあなたのことをご存知のその方が、あなたは私にとって高価で尊い、こういうふうに言っていてください。そのことをね、しっかりと心に留めていただきたい。あなたはかけがえのない尊い存在だ。今日、この時、どうぞ素敵な自分と出会ってください。あなたは素晴らしい、ね、神様の愛の作品なんです。そのことを私たちは今心にしっかりと、ね、神様へイエス様同情できない方ではなくてですね、私たちと同じように試練に遭われて、あなたが苦しんでおられるそのところで共に苦しんでおられるのです。しばらく神様との交わりを持ちましょう。そして自分のね、本当に自分がどんなに祝福された尊い存在であるかということにですね、思いを馳せていただきたいと思います。そして神様ありがとうございますと、そのようにやってまいりましょう。神様